は、うん、早川が芸人やってるってことも理解してる。いや、それはさすがにまだやな。あー、じゃあこれからだ。そうなんよ。クソ味噌に売れてないって知るのは胸が痛いな。じゃあさ、うん、今後ね、娘の友達からその芸人やってるってことでいじられたりとかもあるかも。あるかもな。そうなったらさ、早川は娘の友達の口ひっつかんで祭り縫いにするでしょ。恐ろかよ。ほんで、なんでわざとそんな表に縫い目目立たん縫い方渡してすんのよ。え、だって早川ってそういう人じゃん。違うわ。限りなく黒に近いブラック。黒確定してもうてるから。そうでしょ。違うよ。私かってちゃんと笑顔で対応できるかな。ほんとに。そうよ。じゃあチナが早川の娘の友達やって。わかりました。じゃんけんぽん、カタパイタチってるとモッツァレラの前菜。しゃれてんな、令和のグリコ。笑わせられなくて大勢のお客さん笑わせられ